曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。皆さん、いつもありがとうございます。今日は大阪府のラジオネームマゼンタをマゼンタさんから。吉岡さんに質問なのですが、私は好きなことを仕事にしたいと思っているんですが、将来これになるぞと決めてしまうと、だんだんやらなくてはいけないことみたいになってきてしまい、好きなことも嫌いになってしまいます。吉岡さんは今の仕事をどうやって続けてきましたか？17歳女性からのお便りなんですけど、まだ若いですね。17歳か。でも私はやっぱり今の仕事と出会ったのが多分本当にこのマゼンタはマゼンタさんぐらいの時で、で何も知らないからでこそ今でも知らないことだらけで、どん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 探求したいっていう、なんか好奇心をやっぱ失わないというか、できないことの方が多いものを選んだっていうのはすごい良かったかなと思っていて、やっぱりこうやらなくちゃいけないっていうよりも、もう知りたくて仕方がないみたいなものを見つけるっていうのがいいのかなって思います。やっぱり将来これになるぞって決めきらずに、自分が今何が興味があって、何になら時間と労力を使えるのかっていうのをシンプルに考えたら、おのずともしかしたら将来自分のつく仕事を見つけられるかもしれません。きっとあるはず。そして本当に出会った時ってずっとこう探求心が止まらないと思うので、どうだろう、私だけじゃないはずなんですけども、ちょっとぜひマゼンタマゼンタさんにも素敵なお仕事の出会いがあることを祈ってます。応援しています。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、ゲストは港かなえさんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。もういつぶりでしょうか。ちょうど、私港かなえさん原作の落日という作品に今年なんですけども撮影に入っていて、で港さん来てくださってびっくりして、え、港さん来てくださるんですかってなって、もうワクワクドキドキみたいな感じで、すいません声かぶせちゃった。全然いいんです、かぶせてください。ちょうど5月に撮影があって、で見学させてもらえることになって、はい、コロナ中ってなかなかそういうロケ見学もできなかったので、はい、見に行ってもいいんだと思ってすごく楽しみに行って、見させてもらいました。ありがとうございます。あの日に港かなえさん今空前の石ブームということで、はい、石のギフトをくださって、はい、すごい可愛らしい、はい、誕生日が私1月で港さんと一緒なんですよね、はい、そうなんです、そうなんです。で落日っていうテーマなので、本当に夕日がこぼれ落ちたみたいな、はい、赤とオレンジの間みたいな色で、はい、ガーネットの石をいただきまして、はい、お守りのように大事にさせていただいてます。ありがとうございます、はい、私も、もう結婚指輪もしないぐらい、はい、指輪にも興味がなくて、はい、でそういった宝石とかアクセサリー全般的にあまり興味がなかったんですけれども、はい、友達がミネラルショーっていう石のイベントがあって、はい、でもう石と名の付く宝石からその原石から隕石とか化石とかいろんなものが展示販売しているイベントに連れて行ってもらって、はい、でそれまでは1月の誕生石ってガーネットで、はい、なんかルビーのように、なんか高級感っていうかね、はい、赤い石だけどそんな高級感もなく、値段もそんなに高くなくなんか地味だなと思って。私もなんか4月のダイヤの人いいなって、家族がみんな4月なんですよ、私家族。じゃあダイヤモンド、そうダイヤいいなみたいな思ってました。でその石を見に行ったら、なんかこんなガーネットもありますよ、こんなガーネットもありますよって、オレンジ色とか、はい、緑色とか。そうなんですよね、ガーネットって結構いろんな色が、私も初めてそれ聞いた時すっごい嬉しくなりました、ガーネットで虹の色が作れるくらい、ね、ガーネット勢としてあれ嬉しいですよね、はい、でまたその同じなんか紫とかピンクとか言っても、鉱山とか国によって色が違ったりとかして、なんか奥が深い、なんか
すごくガーネットのことを知りもせずに軽んじてて申し訳ありませんでしたと思って、はい、で、あ、りょうちゃん1月生まれだからガーネットプレゼントしようと思って、はい、で自分が持っているコレクションボックス開けて、はい、あ、どの色がいいかな、やっぱ楽日っぽい色がいいなと思って、はい、すっごい嬉しかったです。あの、私も本当同じようにガーネットを見てて、はい、あのやっぱルビーとかダイヤとかではないんだけれど、うんうん、自分が20歳になった時に自分用に初めてアクセサリーを買ったんですよ、うん、で、なんか天然石で作れるっていうお店に行ったんですけど、うんうん、その時にグリーンと白と透明の間みたいな色のこれガーネットなんですよって言われた時に、色があるんですかって言って、うんうん、今我々なんかめちゃくちゃ石の話ばっかりしてますねなんかここから聞き出した人なんか石のなんかスペシャリストの方来られてるのかなってなりそうですけど、本当に嬉しかったです。昨日までどこかに行って、はい、いつまでもたどり着かないみたいな失礼いたしました。ということで、港かなえさん原作のドラマ落日がワウワウで放送となります。落日は港さんが2019年に作家生活10周年の節目の作品として書き下ろしされたミステリー長編となっております。ドラマの主演は北川景子さん。北川さんが演じるのは新進気鋭の映画監督、他人に迎合することなく自分の信念で行動する主人公です。長谷部香織役となっております。そして私吉岡里帆も出演しております。私はですね、脚本家甲斐真宙役を演じてるんですけども、港さんのお話を伺ってると、甲斐真宙は港さんがまだ脚本のシナリオの対象とかに応募されてた頃のことを思い浮かべながら書いたキャラクターだったとか。はい、そうです。私も30過ぎて何か新しいことをしたいなと思った時に、じゃあなんかすぐできることってなんだろうと思って、で文章を書くことってもう今からでもできるなと思って、で子供の頃からドラマを見たり、あと空想するのが好きだったんで、じゃあそれを文字にしてみようと思って脚本の賞に応募して、はい、で割と早い段階で佳作をもらうことができて、でもそれが書けたからってプロになれるわけでもなく、むしろそこからが何かこう自分に向いてるものってなんだろうとか、そういう葛藤もありながら、で私の場合はその地方に住んでいたので、なかなかその脚本家を地方で在住のままやるのは難しいねってプロデューサーの方に言われて、じゃあその地方で書ける仕事って小説なのかなと思いながら、こう移行していく中で、はい、なんかこのもがいているうん、うん、脚本でその賞を佳作に入った作品がラブストーリーだったので、はい、あ、私ってそんな大した恋愛経験もないのにラブストーリーが得意だったのかって、作中の真宙にまさに重ねていて、はい、すごいラブストーリーを一生懸命書くけど、なんか突き破るものがなかったり本当になんか葛藤しているんですよね、私が演じた真宙は。というわけで、ドラマ落日は、香織と真宙が映画を作るために15年前に起きた笹塚町一家殺害事件の真相を探っていくところからスタートします。まあ実はそれぞれ過去に身近な人を失ったことがある香織と真宙、物語が進むとともに、様々な真相が明らかになるのですか、というような話ですね、うん、やっぱりその大切な人を失ったっていうところもすごく大きいかなと思うんですけども、うん、港さんの、サスペンス作品っていうのは本当にこんなにも大切な人を奪うのかというぐらい失っている人の存在が大きくて、その人にとってなくては生きていけないような、そういう人をこう失わせるじゃないですか、うん、こうだからすごい胸がえぐられるような気持ちになるというか、物語を書くにあたって特に、まあ、嫌ミスだっていう風に告白がバーンと世に出た時に、初めてこのジャンルを世に知らしめたのが港かなえさんかなと思うんですけども、サスペンス描く時どういうことを気をつけてらっしゃいますか。
やっぱりこの妥協しないっていうのは自分に書きながら言い聞かせていて、まず物語のきっかけになるのがこのこうなったらどうするかなっていう、そういったところから始まっていって、で現実ではどこかでストップかけなきゃいけなかったり、誰かに引き止められてその一線を越えなかったりとか、そうやって立ち止まることを最優先しないといけないけれど、でもこれが誰も止めてくれる人がいなかったり、突き進むところまで行ってしまったらどうなってしまうんだろうって、それが見えるのはその小説とかドラマとかそういう物語の世界だと思うので、はい、その中からの気づきってたくさんあって、あ、こうならないためにはどうしたらいいんだろうとか、自分がこう犯罪者になってないのはどうしてだろうって、あの時にこうやって寄り添ってくれた人がいるからじゃないかな、みたいな、そんな感じで、この妥協せずに、突き進んで見えたものから得られる、この考え方とか、そういったものってたくさんあると思うので、書いててすごく辛くはなるんですけど、でなんかもうこれくらいにしとこうかなとかあるんですね。そう思う時もあるけど、はい、ダメダメ妥協しちゃいけないと思って、で、はい、特に今回の落日は落日って辞書を引いたら、まあ日が沈むことってまず出て、うん、2番目ぐらいに没落とかあまりその落ちぶれるとか、うん、いい意味がないんですけれども、でも日も沈まないと翌日また太陽昇らないですし、沈んだからこそ訪れる次の新しい日っていうのがあるので、はい、大切な人を失うっていうのはこの誰にでも起こりうることで、そんな中からだけど次の日その残った人には新しい日が始まる中で、このどうやって生きていくのかとか、そういったことがこの提示できたらいいなって、考えれたらいいなと思ったので、その日の沈むその大切な人を失うっていう出来事が本当に辛くて、一回真っ暗になってどん底に行くからこその日の出なんだよっていう、本当に辛かったです。いやー、ぜひ皆さんドラマそして小説落日チェックしてください。ここからは湊かなえさんの活動の原点を改めて伺っていきたいと思います。ご出身は広島県です。ご実家はみかん農家さんだと伺いました。湊さんってどんなお子さんだったんでしょう。そうですね、因島っていう島で生まれ育ったんで、日常生活の中に海がありで、実家がみかん農家だったので畑もあり、ただあんまりその娯楽施設とかそういったものは身近になかったので、はい、家で読書をしたりとか外で友達と遊んだりとかする中で、やっぱり読書が好きで、あと空想もすごく好きで、仲良し、はい、漫画のわかります、はいはい、仲良しを買ってもらってたんですけど、もう1ヶ月間ずっとその話の続きを考えてたりとか、そういったことをしたり、はい、そしてお母様が本好きで、これ読んでみたらどうっていう感じで課題図書で机に本を置いてくれてたとか。そうなんです、みかん農家だったので、はい、日が昇る朝早くから畑に行くので、午前中これを読んでおいたらって、母が子供の時に買ってもらった怪盗ルパンの子供向けに書かれた本とか、そういったものを置いてくれていて、はい、で置いてくれてるだけでいいんですけど、なんかね感想を聞いてくるんです。そうなんですか。ちゃんと答えなきゃ。そうですね、しかも読まなきゃいけないし、ちゃんとねこうまとえた話しなきゃと思いますよね、はい、ねせっかく読んだのに読んでないと思われても、はい、なのでまあなんか当時はその感想を聞かれるのがすごく負担だったけれど、今思うとそういった本を読んだ時の気持ちを言葉にしたり文章にしたりするこの練習っていうか積み重ねにはなってたのかなと思います。そして小学生時代はお母様からのその本や、図書館でですね
江戸川乱歩。あ、そうですね。あの、ルパンから江戸川乱歩に行き、はい、芥川次郎作品。そして、はい、その後に、林真理子さん。あ、そうですね、はい。林真理子さんとか、日本の作家の方の本を読むようになり。はい。そして、アガサ・クリスティさん。そして誰もいなくなったが、最初に買ったアガサさんの作品だったとか。そうなんです。高校生の時に、数学の塾に通っていて、はい、で、本屋さんの2階が、その、数学の塾で、うんうんうん、で、その時間になるまでは、みんな、その、本屋さんで立ち読みとかしていて、はい、で、高校生だし、なんかこの数学の塾なので、男の子とかもいっぱいいて、はい、で、なんとなく、外国のミステリーの棚の前にいたらかっこいいんじゃないかって。確かにかっこいいですよな。あの子、ああいうの読むんだ、みたいな。ねえ、こんな、なんか、外国の作家の本読むんだ、うんうん。で、まあ、立っとくだけもおかしいから。ちょっと読もうかしら。読んでみようと思って、で、そして誰もいなくなったを手に取ったんですけど、もう本当に、って、この、一晩中読んで明け方驚いて、声がカスカスになってるはずなのに、はい、って叫べるあの快感を、はい、ああ、ミステリーこんなに面白いんだと思って。すごい、じゃあ影響を受けた作品の一つではありますね。そうですね、その謎の見せ方だったり、で、全体の長さだったり、一人ずつの、いっぱい、孤島に集められた人たちが一人ずつ殺されていくので、うん、それぞれキャラクターが立ってないといけないけれど、そういう書き分け方とか、うん、すごくこの、そして誰もいなくなったから学んだことって、うん、今になって、あ、たくさんあるなと思うぐらい、バイブルです。そうなんですね。でも、私は湊さんの作品見て、ってなりますけどね。そんなことになってたのみたいな。やっぱちょっとずつ真相が分かっていく感じがもう、すごい快感覚えますよね、湊さんの本を読んでると。嬉しいです。あとずっと面白いっていうのが、なんかすごいこう、読んでる中で、飽きないような工夫っていうのをすごいされてるっていうのも伺ったことがあって。あ、はい。この、そして誰もいなくなったを一晩で読んだんですけど、あ、一晩で一気に読める量って、原稿用紙400枚ぐらいがベストなのかなと思っていまして、はい、で、そんな中でも、本を閉じるタイミングってあるはずなのに、はい、この章とかこの一節が終わったら閉じようと、もうその最後にすごい気になる、予告編じゃないけれど、そういう、私はドキドキワードって呼んでるんですけど、はい、それがあったら、あ、じゃあもう一回です。次のとこ、だから、また、って、気がつけば、閉じずに読んでたっていう、感覚を私の作品を読むときも皆さんに持ってほしいなと思って、で、大体声を出して読んでいって、自分が退屈になる10ページ前で、読んでる人は退屈になるだろうなって思ったら、その章の区切りとか一節の区切りじゃなくても一つドキドキワードを入れたりとか、そうやって閉じさせない、はい、閉じさせない、なんか今ね、そうやって、はい、一気に読んで驚いたって言ってもらえると、なんかしめしめってもうまんまとです。まんまと。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は湊かなえさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めは脚本を書かれていたそうなんですけど、はい、その後小説の道へ、進んでいかれます。はい、聖職者で小説推理新人賞を受賞、そして告白が大ベストセラーとなり、映画化した作品も大ヒットとなりました。デビューされてから今でもこの書くペースっていうのは、どのこの時からもデビューされた瞬間から忙しくなった方だと思うんですけども、
変わらずですか？デビューしていろんな出版社が声をかけてくださって、で気がつけば5年先まで執筆予定が詰まっていて、で本当にもう毎日毎月3本同時進行で連載していたりとかあったんですけど、最初の5年その最初に約束した5年をこの約束をこう全部守るまでが一番しんどかった時期で、でそこから、まあ、最初はみんなに名前を覚えてもらえるようにどんどん出しましょうって、はい、もううまく載せられて書いていて、はい、でちょっとしんどくなってきたなと思って、で少しずつペースダウンしていて、でそうするとなんかもう一回どっかで休まないと、マラソン走んなきゃいけないのに50メートル走の感じで走ってると思って、このペースで走り続けてたらもうあと 1,2 年でダメになるかもしれないから、あと10年書くために1回休ませてもらおうと思って1年休憩をくださいって言って、はい、で休ませてもらって、でなんかずるずると2年ぐらい休んで休みの間はどういう風に自分をいたわってあげたんですか？ミュージカルが好きだったんですけど、はい、やっぱりこの小説家の仕事が忙しくなって、そういう舞台に行く時間とかもなくなってたので、たくさんミュージカルを見たり演劇を見たり映画を見たり、はい、そうやって小説とは違う物語の表現の仕方をこういっぱい吸収できたかなと思います。ちなみにご家族は湊さんの作品について何か感想とか言われたりするんでしょうか？私娘がいるんですけど、はい、私の作品をあんまり読んでいなくって。あ、そうなんですね。そうなんです。で学校で、はい、例えばこのドラマが始まって、はい、犯人誰とかって、はい、同級生に聞かれて、あ、そっか、聞かれちゃうんですね。そうなんです。だけど読んでないから分かんないって言って、はい、お母さんの本読んでないのって言われるけど、なんで読まないのって聞いたら、なんか自分っぽい人が出てくるのが怖いって。へえ、面白い。そういう感覚があるんですね、娘さん。そうなんです。で中学生の頃にすごくやっぱり一通り通る反抗期があって、はい、で夜行観覧車、すごく反抗期の娘と母親の物語なんですけど、まさに夜行観覧車を高校生の時に読んで、はい、で読み終わったらまずなんか書いた日を確認していてもしかして私のあの日のあの発言のことなんじゃないみたいな、モデルじゃないかと思って、はい、で調べたら自分がまだ小学校の2年生ぐらいの時に書かれていて、予言の書面白い。まあそうは言いながらも隠れて告白とか読んでるんじゃないかなって私は期待してたんですけど、はい、違う方の本を読んで、でその本が章ごとに語り手が違う話で、で事件の見え方がちょっとずつ変わって真相がわかるっていう話だったんですけど、はい、お母さんもこういう書き方すればいいのにって言われて、はい、ああ本当に読んでなかったんだ私ずっとそれ先駆者でやってるけどっていうもう二十歳過ぎて、はい、なんか今になってちょっとずつ、はい、読んだりお母さんもそういう書き方すればいいのに、まあ、なんかもうすごい無垢な感じしますね。ああ本当に読んでなかったんだってアドバイスされちゃった多分この方が告白に影響を受けてるんじゃないかな。そうですよね絶対そうですもんねいや面白い話でした、ありがとうございます。では後半は湊かなえさんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけていることはありますか？はい、やっぱり家で仕事をしていて、この家が一番落ち着く場所になるように、で掃除がすごく苦手なんですけど、だけどいつでも人を呼べる家にしようと思って、可愛い食器を買ってカフェ風にしたりとか、はい、かわいい。で
たくさんありますね。でそこであのいろんな焼き物があることを知ったら、もうあ、じゃあいろいろ調べてみよう、ここのを今度買ってみようって言って、ですごくもう夢中になったら、すごくもう超熱しやすく、超冷めやすいんですけど、はい、そうなんです、超熱しやすいので、すごいお皿を集めた1年間があって、はい、今日あの実はお土産でいただきました。あの最一番直近のブームの石はこの間、はい、あのプレゼントさせてもらったので、はい、今日はあのお家の話もあるので、2年ぐらい前にブームだった、はい、いやもう嬉しいです、とってもちょっと今プレゼント開けてます。かわいい箱、バカー、あ、何かわいいセットが、栃木県の益子焼の吉沢釜さんっていう、はい、あの吉沢釜さん、釜本さんの食器で、こういうお花とか動物とか、はい、そういったものをモチーフにした、すいません一人で楽しんじゃってます、ちょっとすごくないですか、かわいい、めちゃくちゃかわいいのが出てきました、細かい、なんてことでしょうもうあの形がまずかわいくて、雫の形してて、はい、冠をつけた白鳥が細かい柄を描いて佇んでます、はい、もうあのかわいい、いいんですかこんな素敵なものいただいて、はい、クッキーとかお菓子を乗せてもいいですし、あとそのアクセサリーとかそういったものを、はい、置いてもいいと思います。あ、まだもう一枚ありました、はい、ではスズランの、はい、ハート型のスズランのお皿で、ハート型の中にちっちゃいスズランが描いてあって、すごいなんていうんですか、あのナチュラル系で、はい、ちょっとこう可愛らしさもあって、本当にクッキーとか、うんうんうん、なんか素敵なちっちゃなケーキとか乗せたいですね、うん、本当にあの焼き菓子を1個とか、ね、あのマカロンを2個ぐらい乗せるのがベストに可愛いですね、素敵ですよね、わー嬉しい、本当に大事に使わせていただきます、あの可愛がってください、うん、可愛がります。でもこういうあの好きなものがあって、本当に同じ好きなものを共有できる人と会った時とかめちゃくちゃ盛り上がれるじゃないですか、はい、うんうん、だから趣味は大いに越したことないですよね、はい、あの友達もその食器が好き で、うん、で誕生日に食器を送り合ったりとかしていて、はい、あ大人になって食器を送り合える関係の人がいるってすごく幸せなことだなと思ったり、そうですね、はい、わいや本当素敵なプレゼントありがとうございます、本当にあのおそばに置いてください、はい置きますそしてご自宅のねお写真もいただいてるんですけども、あのさっきのやっぱり石のシリーズですね、こちら、はい、あもうそれはね港鉱山と呼んでまして、港鉱山とお呼びすればいいんですねこちら、はい、ご自宅の中にある港鉱山なんですけども、はい、あの三角形のあの木の棚に、はい、それ全部ガーネットなんです、はい、えこれ全部そうなんですか、はい、へえ、で本当にいろんな色があるんだ、はい、あの上の2段式で上の棚はカナダのジェフリー鉱山で採れるピンクグロシュラーガーネットっていうのがもうそのジェフリー鉱山が閉山してあって、はいはい、ですごくピンクの透明な、はい、あのなかなか手に入らない石、うんうん、でもう色が大好きで、はい、原石を集めた、うわー棚でゾーンになってるんですね、はい、で下はいろんな国のいろんな種類のガーネットで、これもこの辺りもガーネットなんですか、はい、あの大きい岩みたいなのに赤いポツポツがついているのも、うん、あの赤い部分がガーネットで、この母石母岩っていう、はい、くっついてる岩ごと売ってたりするの、はい、私なんかもう知られざる世界すぎて、はい、ちょっと今圧倒されてるんですけど、もう全部すっごい見たことない形と大きさと立派な、うん、はい、あの石が並んでるんですけど、このキラキラの薄いピンクのこれもすごい綺麗です、ガーネットなんです、それも、これもガーネットなんですか、はいはい、ガーネットね本当に奥が深くって、はい、でそのピンクグロシュラーガーネットもカナダのはそういう感じで、あのピンクで透明で、はい、今度南アフリカのになるとイチゴミルクの飴みたいなちょっと乳白色が混ざっていたり、でメキシコに行くとピンクが濃くなって、で、はい、またあのそれぞれの国の特徴があって、奥深い、
ちなみにこの黒い箱は何が入ってるんですか？玉手箱みたいな。それはその玉手箱がガーネット。これもガーネットなんですか？黒地に緑のラインが入った石で作られた、はい、すごいかっこいいですね。ガーネットなんですけど、緑の部分がガーネットなんです。で、黒いところが岩で、その緑のガーネットが混ざった黒い岩をこう削って磨いて、あの組み合わせた箱になってるんです。すごい。ガーネットってすごいですね。こんな真緑色のものがあるなんて初めて見ました、はい。いや面白い。そしてやっぱり探求するともう奥深くまで。そうなんです、あ、こんなのがあったんだ、こんなのがあったんだっていう発見で、はい、はい、終わりがないんです。なんかエネルギーを感じました。はい、いや本当今日はいろんなお話ありがとうございました。最後に湊さんからリスナーさんにメッセージお願いします。はい、まだまだ暑い日が続きますが、涼しい部屋で本を読む、映画を見る、ドラマを見るっていうのも、なんか夏の新しい楽しみ方になってるのかなと思うので、何か楽しくお家で皆さんに過ごせていただけたらいいなと思います。はい、ぜひ皆さん楽日、そして湊さんの小説チェックしてください。今日のゲストは湊かなえさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 COP ココ&アウトドアパラダイスということで、今写真見てるんですけど、すごい綺麗で、もう本当にここ一箇所でこんなたくさんできるのっていうぐらい、もうアミューズメントパークですね。ここまで集合していると、すごいやっぱ敷地面積も広そうですし、まあなんか開けてるので気持ちも良さそうですし、まあ、あと何より私気になったのが、この、まあ、キャンプとかテントサウナとかドッグランとかは結構あるところ多いかなと思うんですけど、サバゲーとかジープに乗れるとか、なんかこういうのは結構専門施設に行かないとやれないイメージがあったんで、こんななんかカフェとかバーベキューしつつこういう遊びもできるっていうのはすごく魅力的だなと思いました。行ってみたくなりました。今日のゲストは湊かなえさんでした。こんなにお話たくさんしていただけると思ってなかったので、もう嬉しかったですし、もうどれも湊さんの作品からはもう全然想像できないような、もう面白い一面がもうドバドバ出てきて、あ、ずっと話してたいなと思いましたね。いやー楽しかった。いや湊さんとの、まあ、ある意味合作になるような気持ちが勝手にしてて嬉しいなと思ってるんですが、ドラマ楽日皆さんぜひ、見てみてください。そんな湊かなえさんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えば誰かにシェアしたいちょっとした幸せを感じた瞬間、おうち時間の過ごし方や気分転換方法、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのマグカップをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。